めっちゃいい曲やれ。練習します。はい、今回も初見で弾いた後10分間練習したバージョンもあるよ。ぜひ最後まで楽しんでてね。読みやらーし。ねえ、チェスラー、先生、弾いてみよー。曲はエドシーランのアイスクローズ。アイスクローズ先輩107。いいね、エド。初の海外ですね。海外進出。初か。多分。確か、うん。うん。そうやな。よし。OK。頑張ります。めっちゃいい曲やれ。これ何の曲ですか。わかりません。はい、エドシーランの曲です。エドシーランの曲特になくて、でも
もう2ヶ月で4000万再生ぐらいいってます。わあ、最近のですね。最近ですね、2ヶ月ですからね。最近ですね。絶対いい曲だ。聞いてみますか。ちょっと横切りますね。なんかやっぱ英語だからちょっと動きが細かいね。はい、絶対泣けるやつだ。かわいい、でかっ。あいやいやい、ただ好きなだけやな、これは。エドシーラン好きやからな。ミーハーやけど。また言っとるな。バレた。ええなぁ、踊り続けるよって。どうでした？いいですね。なんかいいよね、浄化されるよね、エドシーランのことでね。練習します。はい、練習、よーい、スタート。エドシーラン、素敵に弾きたいと思います。かっこいい、演奏で。もういいよ、もういいよ、行こうか。かっこよく、かっこよく行こうか。はい、行きます。
いかがでしたでしょうか。素晴らしいです。でしょうね。曲がいいですからね。とってもいいですね。この曲はですね、はい、誰かを失うことについて歌っている曲ですね。エド・シーラン自身が2022年2月に友人を亡くし、うん、音楽は癒しの助けになると思う、この悲しみを乗り越えるために目を閉じながら踊っているんだと語っているそうですね。悲しみを乗り越えるために目を閉じて友人のことを思いながら、そうね、もう二度と会えないとしても記憶で生きてますかね。もしかしたらスーパーに行ったらいるんじゃないかとかね、そういうことを考えながら自分で作ってね、癒してもらう、うん、深いね、深いね、うん、そうやって聞くとまたちょっとこう違うよね。気にしたかった普通やな。いやでも切なくもあり、多分その中で、うん、すごい優しいんだよ。そうだ、ね、うん、優しかったから、うん、優しさの方で思って弾いてた。悲しいけど楽しかった思い出みたいなのが噛み締めるような、うんうん、やっぱ人はね記憶に残ることが生きた証ですから、誰かの記憶に残るような人生をおすすめします。ディーパーディーパーワンオクロックですね。残ろうと頑張らんでも大切な人のね、ここには生きてますから、いつまでもたまに。はいはいはい、ポンコツポンコツポンコツクイズポンコツ、はい、エドシーラン何歳でしょうか。何歳、あれもあれかな、でね、35。32。え、若っ。タカより若いんだ。つまり俺より若い。へぇーですね。ためだと思って、そのタカとワンオクの、ああね、何回かライブやったりしとったもんね。うん、皆さんのポンコツクイズでした。はい、本当に合ってるか分かりません。はい、エド・シーランアイスクローズ、ぜひ皆さんも聞いてみてください。とっても素敵です。はいやーい、ごきげんよう。ありがとう。満足ですか。どういたしましたか。こちらが